はい、どうもご視聴ありがとうございます。14の極適性が少ないハム太郎でございます。まあ、ベーダー運曲にしといただけよかったかな。うん、そんな気はする。はい、14の極なんですけれども、まずは雑魚処理。ワクウッドを2体同時処理することによってスフィンクスがいい感じに動いてくれます。このいい感じというのは、本来隣だったキャラを倒してしまうと、こう、総合蘇生が止められないんですよ。これで順番が入れ替わって、倒しやすい配置になりました。じゃあ倒していこう。はい。もうね、つくよみゼロ2体積んだ方が絶対楽なんですよね。はい。楽っていうか、その方が、あ、ミスった。その方が倒しやすいって言うべきかな。火力も出るし。今、宝来積んでるのは、まあ、最悪大号令でなんとかなるっしょぐらいの軽い気持ちです。じゃあ、ベーダーで決めていこう。ただね、ベーダーがね、本当に作っといてよかったなと思いますね。今ある意味これも完全に降臨パですね。ただね、結構いろんな人のクリア画像とか見ると、多いんですよね。降臨パで。降臨パというか降臨パしかできなかったんでしょうけど。トゥーフォールが欲しいね、今。当てときゃよかったなぁ、去年。って思います。さあ、こうなったら、ゲージミス。ゲージを見せることによって、まあ、角度がついてはまりやすくなります。順番を入れ替えたんですけど、この順番で倒さないと、こうやって入れ替えた後じゃないと、スフィンクスの同時処理ができません。ただ悲しいかな。宝来パワー不足。宝来がパワー不足だったんで、ベーダーでもう一回。もうね、綺麗にはまれば倒せるからね、まあ、パワー不足ってこともないんだよね。ゲージを外しましょう。え？ OK。はい、ステージ3。エビルインライトが登場です。ここはちょっと削るしかないかな。ゲージ外してここ入ってもそんな削れないと思うんで、やろう。やっぱ当たってたか。まあ、おかげさまで宝来がね、いい位置に行ってくれたんで、ハマっていきましょう。いや、ハマるよりもね、ゲージミスの方がいいか。あっは属性効果がね、悲しいことになってます。ベーダーが倒してくれる。はい、ナイスベーダーです。で、ここはバクウッドを倒した後、スフィンクスとエビルインライトに挟まって、エビルを倒していく感じですね。横かんじゃ無理だよね、さすがに。ハマりゃラッキー。はい、ラッキーです。これでスフィンクスが動いて、あとはスフィンクスとエビルに挟まって交互に倒していきましょう。スフィンクスもね、ちゃんと倒し続ければ白バックしないんで。弱点の方でやればダメージ稼げるんですけど、無理して弱点の方狙ってミスるよりは、ちゃんと削っていきましょう。その方がね、後々いいんで。もう白バク、次白バクですよ状態になっちゃうと、まあ倒すのがめんどくさい。この下がやばいんですけど、下はね、最悪つく、あ、下来たか。じゃあ狙ってみよう。美しい！いやー、ダースベイダー作っといてよかった。本当に。でもね、まあ、次回、始まったら、次回は確実に、つくよみゼロをもう一体取っときます。まず、ワクウッドを倒す。これは横勘でいけるかな？お、剣出てんじゃん。いいね。剣が出たからこそ処理できた。はい。倒すことによって、スフィンクスが動く。で、スフィンクスとエデンの弱点で挟まりましょう。まあ、やることはさっきと一緒です。
無理せず無理せず無理せずハマりに行く、これ大事。まあ、今回配置が良かったね。おっと、まさかの闇属性で倒せなかったか。これは右しか入れないな。左に入る技術はないんで。あっ、最近よくゲージ見するな。どうすっかな、本当に。最近ね、病的にゲージ見せります。真剣にやってるんだけどな。これもカーンハマってれば多分倒したんですけど、いかんせん上手にできなかった。マジでゲージミスがすごいことになってるな。左に行っちゃったか。残り3ターンなんでちょっと怖いな。行ってくれ。まあある程度は削ったかな。さあ、つくよみで倒したいね。もう次蓬莱がね、地雷食らっちゃうんで。いやー、弱点そっちか、ついてね。回復すればいけるか。え、マジで、え、マジで、それはひどい。え、ゲージミスがすごいな。はい、ソニックフィーバー使っちゃいました。使う気なかったんだけどな。まあ、どうせソニックフィーバーはね、最終ステージで使いたかったんで、いいっちゃいいんですけど。いや、なんかもう雑だな。ダメだダメだ。あと2日しかないんだから。いや、当たってる。マジで。一気にピンチじゃん。右に弱点来い。来たー。すいません、だいぶグダグダしてますけども、一応突破です。いや、今のひどかったな。ゲージ2回ミスったワンステで。はい、エビリンライトから倒しましょう。ここはミスっていい。ミスってよかったんだけど、そういう動きをするとは思わなかったですね。想定外です。倒しきれないか。悲しいかな、光、水属性。あら、ちょっとこれまずいな。まずみですね。妙なマッチで倒しましたけど、何せテンポが悪い。これ上の処理もしなきゃいけないんで、上の処理をするとスフィンクスとワクウッドの位置が入れ、ワクウッドじゃないや、あの目玉の位置が変わります。はい、もうまずいんで行っちゃいましょう。はい、正義。はい、正義で使っちゃって倒しちゃったね。溜まるかな、溜まるか、ギリ。まあ、ラスゲまでに溜まってくればいいかな。トゥーフォールも使っちゃってるし。はい、ボスです。ボスです。まずはね、例のごとく、エビリンライトを倒そう。ただ、溜まれたんで先に倒しちゃいました。あ、蓬莱でも1万ダメか。そんな効かないね。倒しきっちゃったの。倒しきっちゃう予定はなかったんですけど。
こうなるとエビルを倒さなきゃいけないんで。いや、だいぶ厳しいな。残り3ターンでエビルぶっちぎれですね。だよね、そうなっちゃうよね。いや、マジで。さすがにきつい、さすがにきつい。あぶねえ。危ねえとか死ぬ。はい、あとはエデンを削るんですけども、今だいぶターンを使ってしまったんで、気をつけてやっていきましょう。いや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 。残り3ターン。あ、オッケー、いけそういけそう。つくよみか。剣取った方がいいですね。後々を考えて。どうせエデン起こっちゃったらターンまたリセットされるんで、2フォールで抜けましょう。ヒギゲージ外し。ヒギっていうか、私の場合自然にやってしまう場合が多いんですが。はい、ガーブリシャス。これが痛い。まあ、ホーラーを使ってるから、それはしょうがないんですけどね。回復しないとまずいかな。うん、そうだね。あ、それでハマれるとは思わなかった。ラッキーです。はい、じゃあボス1突破で。ボス2ですね。ここはまずワクウッドの処理です。ただね、これは多分はまれないから、いや、いけるか。行かなきゃダメか。オッケーオッケー。ナイスゲージ外し。で、エビルが4、右上の数字ですね。残り3って書いてあるあれで、蘇生かかっちゃうんで、早めに行きましょう。強っ。つくよみ、強っ。バリバリですね、火力。で、2-4 で右下倒して、砲雷で右上、左上いけるかな。まあ、行かなきゃね、いけないんで。あ、まあ、削っとくってやり方でもいいか。次、蘇生が来るんで、あえてここは弱削りで。やりすぎた。やりすぎたけど、処理しやすいからいいか。はい、片方を倒して、あとは、つくよみちゃんで処理と。さあ、あとは、もう顔壊れてるんで削るだけですね。はい、痛い痛い。という方配置で。えっ、いや、もうやだ。もうやだ。もうほんとゲージミスがやだ。どうした？お面を壊しましょう。いや、火力が足んないか。あ、壊れた？壊れてるね。え、壊れてないか。はい、防御力はダウンしました。残り2ターン。これまた遅延使わなきゃまずいんじゃないの。あ、オッケー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 、いいよ。
無理に稼ぐんじゃなくて確実に。あっぶね、入れ番した入れ番した、怖い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 、ダメだよ入れ番は、ダメ絶対だよ。さあ削って、え、ここはまれるってこと？はまれないやん、はまれないしダメ食らうし、こうなやろ。はい、じゃあラスゲですね。今んとこはまあまあな、ちょっとぐだってますけど、まあ、知恵も取ってあって大ゴールも取ってあるんで、これで突破したいな。まずエビルの処理、ゲージを外して倒していく。で、まだ遅延かけるには早いよね。はい、倒す。仮面壊してから大号令したいな、できれば。でも余裕ぶっこいてて死ぬのも嫌なんで、撃ってしまおう、ホトトギス、かつゲージ外しで。でも防御力アップしてんのか、今。アップはダメだね。さあ、そろそろ。そろそろだね。どうするか、どうするか、火ダメ軽減のためにも倒しとき、いやーもう削りに行くか。1削り。火ダメが大きくなるのが怖いけど、行こう。2削り。さあ、遅延をかけていこう。雑魚で死ぬことはないからもういいか。2-4オールで。はまって、さあ最後大号令ですね。14の極はね、そんなごめん、苦労しなかった。ゲージ外しで。はい、ドン。あのね、11、12、13はもうほんと、13もそんなじゃなかったね。13も多分10回以内にクリアできてるんで、いいんですけど、まあ、とにかく10、11、12は、もうゲロ吐くぐらいに辛かったですね。で、13がそこそこで、14は、私は得意です。皆さんはわからないんですけれども、私は結構得意なクエストだったんで、多分3、4回ぐらいかな、これで。で、抜けれましたね。というわけで、ご視聴ありがとうございます。本当にね、近畿の極やってると、多分ね、7日前よりも私はピース上がってますね。強制的に。あと、やってる時間数も長い。だから奥さんに怒られた。まあいいや。なんとかクリアでございます。ですね、今回もフレンド設定の皆様、ありがとうございました。今回ね、3人ぐらい、動画を見てくれて適正変えてくれてるのか分かんないんですけども、はい、ミスチーさん、タクさんともう一人、ちょっとごめんなさい、今使ってる方なんですけど、名前がパッと出てこなかった。本当にありがとうございました。では、次は15の5区でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければチャンネル登録のほどお願いいたします。バイバイ。